それによってこうパスのコース変えたり、使う選手変えますからね、はい、これも見てみてね、なかなかチャンスですよ。キーパーの前に岡崎が立っているという状況です、まあ、この時ですよね、20番にしっかり酒井、はい、見てますからね、はい、さあ日本追加点の大きなチャンス、岡崎選手がいるところに誰かが入って